奥さんとお腹の中にいた子供も亡くしたんだね。まずこっち。そこ通らなくていい。A running leap should do the trick. ラン&届くこれ。よし。あ、こっちか。またコードだ。実験の記録かな。成功してるようにはとてもじゃないけど見えないけど。あ、73、最後に 番号書いてあった734。ん、734851 よし。わ、学校っぽいところから今度は本当病院っぽくなりましたね。
ID カード、女性だ。アイラ、アリア、パータ、ペーター、この人か。この人だね、多分。あ、テイク、なんか撮ったぞ。この人の何か多分パーツというか、これなんだ、ヒューマンブレイン、脳みそ、この人の脳みそだ。うん、なんでそんなもの。あ、ドクターズオフィスだって。あ、入れない。ここに入るとなんかいろいろ分かりそうだけど。上に行ける。誰か立ってるよ。まただ。今度はなんて言うんだろう、フェッツス、どの部位だろう、どの部位かわからない。この人のか。ラブレブモンドなんとかさん、これレブモンドさんか。開かない。ん？あれどっから、あ、こっから上がってきたよね。あ、なんか壁に字がいっぱい。これ多分ずっと監禁されてたのかな。件名ピーター・スミス、監察者アブネル・ゴル・ゴーバーグ、2000年の1月30日。あれ、スミスってさっきお前のやってることは科学的根拠はないぞみたいな、あれスミスでしたよね。これゴーバーグに捕まったのかな。目的は
アドレノクロム誘導体コデイン、およびお、ポリペプチドの投与の効果を分子化する、分析する。被験者は通常の人間のパラメータ内で確立された限界を超え、異常な力の増加を示しました。行動の変化、動物的な本能を反映した行動の顕著な変化が観察。被験者は様々な捕食野生種で観察される本能的な行動を放出とさせる。高い敏捷性、反射神経、捕食意識を示した。これらの行動の変化は戦闘シナリオだけではなく、環境との相互作用でも明らかだった。注目すべきことに、被験者は修正された、処方の影響下で、束縛や拘束などの物理的制約から解放される、並外れた能力を示した。被験者はこれまでに見たことない力、見たことのない力を発揮し、絶望的な状況から迅速に脱出することができた。体力と動物的本能の増強をもたらす。さらなる調査が必要。さっき一瞬見えたのスミスかな。じゃあ異常な速さで逃げてったので、ここ死体がないもんね。アドレノクロムの投与と DNA 改変の後、実験に参加した被験者の間に顕著なパターンが現れました。多くの人が攻撃性のかなを示し、同時に悪魔的カルトに共通する活動に参加する傾向が顕著だった。興味深いことに、こうした変化のさなか、内部では予期せぬ現象が展開されました。変化した行動や新たに発見された活動の性質にもかかわらず、被験者の間に明白な社会的つながりが生まれ始めた。おお。なるほど。このような劇的な行動変化の中での社会的絆の出現は、根底にあるメカニズムについての疑問を引き起こす。被験者同士に社会性が生まれたみたいですね。ただ暴力的になるだけじゃなくて、だんだんちゃんと知能もついてきてる。鍵が必要。うわーだっつ。あ、ブレイン？ブレイン、なんか桶とかこれもして。ブレインやりますよ。あ、
ハート、心臓。あ、あとこれ持ってる。だ。あとじゃあ、ハートと、はい、目玉。6分ぐらい、7分。あ、外がちょっと見えるな。鍵だ。あ、ドクターズオフィス。こんにちは、フランク。委員会が研究所を訪問することをお知らせしたいと思います。到着したら私に直接案内するように。ご協力お願いします。G。コーバーグかな。うん。勝手にやる気があったら困りますからね。まず私にお知らせしろと。直接。全部でも実験体にされたんじゃないかな。お、これは？ヒューマン、アイ、アイで合ってる？じゃあ、あと1個だ。アイじゃない、イヤーか。うおなんか持ってこいと。Seems I should put a chalice on the altar. Feed the.じゃ、なんだ？フレッシュブラッド。新鮮な血？じゃあ戻って。
ドクターズオフィス。ゴーバーグさん、聞いてください、私たちは、研究所であなたの世話を受けている、私たちの息子、ウォルターのことを心から心配し、あなたに手紙を書いています、残念なことに私たちは彼が入院して以来、彼と連絡が取れなくなっており、彼の安否を非常に心配しています、私たちの息子が危険とみなされ、無能力であることを理解していますが、精神病院ですもんね、彼の両親として、私たちは息子の精神的および身体的健康状態について、知る権利があると信じている、この件を真剣に受け止めていただき、ウォルターの現在の状況に関する情報を提供してください。これを怠ると法的支援を求めざるを得なくなる場合があります。デビットとアンさん、アンワルツ、父親と母親からかな。いろいろ表彰されて、やっぱ優秀なドクターだったんだね。ここなんだ。あ、これあそこで使うのか。よしよし。ハート、心臓。親愛なるゴーバーグ博士、この手紙であなたが健康であることがわかると信じている、私は視聴者を代表して、ゴーバーグ精神保健研究所に関して高まっている懸念と、あなたに送られた以前の説明書への返答の欠如に対処するためにこの手紙を書きます。市当局は医療関係者から懸念を慎重に検討し、これらの問題に対処するために、断固とした行動を取る必要があると判断しました。判断した結果、当研究所は無期限閉鎖することにいたしました。なるほど。さらに、サービスの質、規制の遵守、患者の全体的な満足度と幸福に焦点を当てて、ゴーバーグ精神保健研究所の状況を総合的に評価するための委員会が派遣される予定である、この閉鎖は、徹底的な調査をし、操業を再開する前に必要な改善が確実に実施されるようにすることを目的としている。評価プロセス中は、皆様のご協力をお勧めする。調査結果について話し合うための会議の予定を立てるために、委員会からご連絡させていただきます。
で最終的には研究所が再開されることを願っている、うんって書いてますね。これをじゃあどうだっけ、そうだ、あーと、ドアが開いた？あ、このドアか。ええ。パドロッキー。あ、ここか。はいはい。フレッシュブラッド、これか。で下に行って、あの儀式っぽいところ、ここだ。これかな、まずこれを置いて。Now I need to fill it with blood。この中にフレッシュブラッド。おお。That's it。ちょっと喜んでるじゃん。よし、ここかな。An elevator? エレベーター。What the?